今我々外国人じゃないですか、日本人がカンボジアまで行って、カンボジアの地雷撤去や被害者救済や地雷原の人たちの生活の安定まで考えてるわけでしょ、うん、でもこれね、本当は今カンボジアがどんどん発展してて、うん、僕は日本企業をわざわざカンボジアまで誘致して、うん、カンボジアで成功しなさいと言ってるわけね。実際成功チャンスいくらでもあるからね、うん、で僕も実際事業をいっぱいやってます、うん、ということはね、カンボジアが発展してるんだから、カンボジア人がカンボジアの問題を解決すべきでしょっていうのがあるわけですよ、うんうん、だから僕はもうどっちかというと主はもうカンボジア人がやるべきで、うん、我々はそれを補佐するっていう立場になるべき時期に来てるんじゃないかと、うん、根本的には、うん、あくまでもやっぱり自立支援っていうことは、あの支援付けにすることとは違う、うんうん、そういう意味で今あのカンボジアにも青年会議所もできたしね、でそういう JC のメンバーとも今話をしてるんですよ、うん、そしてあの CMC カンボジア地雷撤去キャンペーンオーガニゼーションっていうカンボジア人のカンボジア人によるあの地雷問題について考える組織を立ち上げたんですね、作ったんです。代表もカンボジア人、僕は会計になってるんです、うん、その組織が、うん、でもちろんそのノウハウは僕しか持ってなくて、カンボジア政府は地雷問題を極力伝えないようにしてきたから、なるほど、うん、同じカンボジア人でもお金持ちが住んでるプノンペンの人たちは地雷問題知らないんです。かえって僕らのように外国人が、うん、あえてそのプノンペンとかの都市圏じゃなくて、あのバッタンバイシュとかバンティビンチャイシュとか誰も行かないようなところに行って、うん、ずっと年20年しか今年で19年、個人としては21年ですよ、うん、やってきたわけでしょ、うん、だけどその今の経済の状況を見てると、うん、いつまでも俺たちがやるのおかしかろっていうのがあるわけです、はっきり、うんうん、で僕ら支援付けにするつもりもともとないし、だからそういう意味で今から先はカンボジアの組織も立ち上げたし、うん、カンボジア人が直接、つまり豊かになったカンボジア人がまだ貧しいカンボジア人をサポートしていく、うん、こういう体制をちょっと作っていくべきじゃないか、うん、準備をしたからね、まあ、そういう、まあ、1年っていうかな、まあ、今年からそういう方向でいきたいなと、うんうん。